こんにちは、方程式チューバーです。この動画は令和2年2月25日に行われた東京大学数学（理科）の入試問題解説です。解説する問題は第6問 （1 番）です。第6問 （1 番）です、えー。次のように書いてあります。えー、ラージ J サイン2シータマイナスサイン（シータプラスアルファ）括弧とジーコールゼロ、えー。ラージ J は大なり1の時です。 この方程式が少なくとも4個の解を持つことを示せさてこの少なくともという表現実は中間値の定理で回答しましょうというメッセージでもあるんです第6問の1番の与えられた問題です a は大なり1そしてシーターは0小なりイコールシーター小なりイコール 2π です少なくともという表現がありました中間値の定理を使って上手に証明をしていきたいと思います ちなみにグラフは1つが y=a 倍の largea s i n 2タ、そしてもう1つが y s i n ファということになりますよねつまりこの2つのグラフのイコールですから交点を求めていこうというのがこの4個になるというふうに理解をしてくださいそれでは具体的に3つのグラフ1つはアルファを0にした時もう1つは サインアルファがマイナスになったときのグラフ、そして最後にサインアルファがプラスになったとき、この三つのそれぞれのグラフで交点が四個あるということを少しお見せしたいと思います。一つ目はアルファがゼロのとき、つまり一つの赤いこのグラフが y イコールラージエーサイン2シーターです。周期が π になる。そして波の上下、高さが えー、最高の波の高さがラージ a で一番最小の波の高さがイナスラージ a となりますよねそこに、えー、緑の y s i n ターのグラフを重ねてみましたすると交点はピンクで丸をつけたまず原点そして次はこちら、えー、次はこちらそして最後にこちら4つ生まれることが分かりますよろしいでしょうか、えー、次に今度は動かしますよ 今度はこちら。1、えー、つは、えー、スタートこちらの、えー、y 軸との交点が s i n ァがマイナスの時のグラフを書いてみました。えー、サインシーターのグラフがずれ、えー、るわけですよね。よろしいでしょうか。そうすると交点はこちらとこちらと,こちらとこちらとこちら0から 2π の中にやはり4つばれます。では最後にもう1つ。 こちら、えー、Y イコールサインシータプラスアルファの、えー、サインアルファがプラスになった場合の波ですよろしいでしょうかすると交点はこちらとこちらとこちらとこちらやはり4つ生まれてきますこれを中間値の定理を使って証明していきたいと思っています では具体的に1番の証明少なくとも4個あることを示していきたいと思いますしかしここでは解説に重きを置きますから通常の回答 えー、この今から話すことを上手に回答用紙に、えー、順次書いてくだされば、えー、しっかりと丸がもらえる回答の説明はいたしますしかし解説理解をしていただくということに重きを置きますので、えー、証明の,そのいらない言葉とかはたくさん登場しますそこはあらかじめご了解してお聞きくださいではどのようにしてやっていけばいいのか l a r g e a s i n 2 θ s i n θ プラス α イコール0の、えー、左辺を、えー Fθ ーーといいうううに置きましょうよろしいでしょょよろでかこの時 A は大なり1そして θ ーーは0から 2π までになりますよね、えー、どういう,ふうにやり方をやるのがここでのポイントになるかというと θ ーーが4分の π4 分の 3π4 分の 5π4 分の 7π に着目して、えー、実は中間値の定理を使う、えー、一体何を言ってるんだろうかそれが先ほどお見せしたグラフで考えてみたいと思いますここのようなことなととんですすちょっとずらしますね こここに注目とということですね。4分の π ラジアンの時の y イコールラージエサイン2シー,ターのグラフは、えー、ここで頂点です最大値 a を迎えます4分の 3π ラジアンの時には最小値マイナスの a4 分の 5π ラジアンは最大値ラージア4分の 7π ラジアンは最小値マイナス a さてこの4分の π ラジアンに注目した時に y の値ラージ a からこの緑の値を引いてあげるとどういうことが起きるのか それはプラスですよね逆に逆にですよ4分の3イラジアンの時にはマイナス a という値にこの緑のこの値当然この長さとこのマイナス a の長さを考えてみたら負になりますよね。こちらはプラスこちらはマイナスそして次にこちらはプラスそして最後に4分の7パイラジアンもマイナス。ということでプラスマイナス。 プラスマイナスということになるということはその間に必ず交点があるという考え方が成立するわけです。これが中間値の定理ですではどういう手法をとっていくかというと F の4分の π ラジアン これはイコール A 倍のラージエーサイン2分の π ラジアンここは2シー,ターだったんですシーターが今4分の π ですから2かける4分の π で2分の π ラジアンつまりこれ1ですよねこれがラージアーになりますマイナスサイン4分の π ラジアンプラスの α これがなぜ正になるかというのは先ほどお見せしたグラフもう一度見てみましょうこちらがまず原点スタートのサインシーターのグラフですここの4分の π ラジアンの a の値から こちらの緑の値を引いてしまえばここ残ったのはプラスですよねという意味です同じくこちらサイン α がマイナススタートの時も4分の π ラジアンの時 A からこの緑の高さを引いてもプラスが残りますよねという意味ですもう一つこちらこちらは サインアルファが正からのスタートなんですけれども4分の π ラジアンの時にもラージ a からこの緑の高さを引いてもプラスが残りますよねという意味ですまた次はこちらですね4分の 3π ラジアンイコール a 倍の sin こちらは4分の3かける2になりますから2分の 3π ラジアンですよねマイナス sin カッコ4分の 3π ラジアンプラスの α こちらはマイナス1になりますからマイナス A マイナスサインのカッコ4分の 3π ラジアンプラスの α これは負になるんだということですなぜなのかもう一回グラフでいきましょうかこれがまず原点スタートのグラフですサインシータがですよ4分の 3π ラジアンの時のラージアサイン2シータの値はマイナス A ですこのマイナス A という値とこの緑の値当然 緑の値の値値とマイナスこの高さを足してあげるとマイナスが残りますよねだからマイナスということなんです同じく、えー、こちらサインアルファがマイナススタートした時も4分の 3π ラジアンマイナス a でこの緑の高さがどう見ても、えー、マイナスの値になりますよね計算をするとまた同じようにこちら見えるかな4分の 3π ラジアンの時の、えー、マイナス a と 緑の高さこれを見ても当然分かるようにマイナスになりますこのような形でプラスとマイナスを照明の中で順次触れていくことになります同様に F の4分の 5π ラジアンこれも同じく正ですそして最後に F の4分の 7π ラジアンこれも先ほどと同じように考えてあげると負になります つまりもう一度グラフを見てみることにいたしましょう。一番最初のグラフですべて同じことが言えますのでこちらで解説をすると実は最初4分の π ラジアンで正が出ました次に4分の 3π ラジアンで負が出ましたから正から負に行く間に0を必ず通るということですねあと値が0になるものがあるということですそれが交点なんです。 次に今度は4分の 3π ラジアンが負で4分の 5π ラジアンが正ですから負から正に行く間に必ず0を通過しなければいけないので交点がある。これで2つ目。そして最後に4分の 5π ラジアンから4分の 7π ラジアンに行くのに正の値から負の値に行く過程で必ず0を通過する。だからここが交点になる。ということで今3つの交点があるということが分かりました。 それでは、今解説したことをベースにえー証明の中には f かっこシーターは連続関数よりえまずこの範囲ですね3箇所4分の π ラジアン小なりシーター小なり4分の 3π ラジアンカマ4分の 3π ラジアン小なりシーター小なり4分の 5π ラジアン 4分の 5π ラジアン小なり θ 小なり4分の 7π ラジアンにそれぞれ少なくとも1つ解を持つということです。現実的にはさっきお見せしたグラフ交点を持っていましたよね。ここれはまだ3個分なんですこの えー、星マークの1と書いたこの3つのところにそれぞれ1つずつあったから3個分があるんだぞしかし、えー、証明したいのは少なくとも4個の解を持つことを示してたからこの星の1の他にどのように、えー、プラス1があるのかそれが次のお話です動かしますね、えー、図を見てみましょうと書きました後でお見せします、えー、これはあのー、サインシータのグラフですねアルファが0のとき 実はどこにもう一つあったかというと α が0の時に原点でもう一つの解があったんですこちらですねはいこちらですこの場合 α が0になる時には当然この原点ここで4つ目の解が生まれていますそのことをただ単純に書いてくだされば大丈夫です α が0の時原点で4つ目の解がある とといいいうふうにに書いてくださいそすすると4つになりますでは次に動かしますよこちら次に s i n ァが小なり0の時、えー、図で後でお見せします4分の 7π 小なり θ 小なり 2π ラジアンに少なくとも1個の解、えー、それを持っているということですではグラフでどうだったのかこちらのグラフでしたよね マイナスこのサインアルファがマイナスのところからスタートしたときに1つ目2つ目3つ目4つ目はこの4分の7パイラジアンから2パイラジアンの間に答えがあるこのことをそのまま書いてくださればそれで十分です。これで、えー、と2つが終わりました。 そして最後です。sinα が大なり0の時、後ほど図で確認をしましょう。0、えー、小なり、θ 小なり、4分の π ラジアンに少なくとも1個の解がある。ということを、えー、そのまま話を書いていただければ結構です。この話ですよね。こちらの話。よろしいでしょうか。これで見えるかな。この0、えー、から 4分の π ラジアンの間にここに一つの解があるということについて触れていただければそれで十分ですということで今お話をした三つのことからラージエーサインにシーターマイナスサインシータープラスアルファイコールゼロはゼ0小なりコールシーター小なり 2π ラジアンに少なくとも4個の解を持つということで締めくくってくださると証明が終わるということになります いかかがだったでしょうか、えー、この問題実は、えー、ポイントとしてはラージ a がラージ a がですよ s i n 2シー,ターの前についてるラージ a が、えー、大なり1という時だからこそ波の、えー、一番高い、えー、ポイントラージ a 一番低い最小値マイナスラージ a、えー、これが1というサインシーターの波の高さを超えるからこそ4個生まれたわけですよね。 実はこれ、次に括弧2番で証明をしなさいという問題に絡んでいるんですけれども、実は波の高さが同じになってしまうと、グラフがずれたことにより4個生まれない場合があるんです。そのことについて括弧2番では問題が作られています。少しお楽しみに括弧2番はお待ちください。まずここで括弧1番の解説を終了いたします。お疲れ様でした。